ちゃっ、こんにちは。さあ、湯高さん、はい、この動画ではちょっと一足早く、はい、来シーズンの青田貝、この選手ちょっと出てくるんじゃないか、例えば、ね、今シーズンだと、まあ、でも片鱗は見せてくれないとな。そうです、ね、そんな青田貝つってもさ、うん、なかなか何もしてない選手を青田貝はできないよね、はい、そうですね。例えば今シーズンで言えばオリックスの栗林選手がすごく、ね、成長というか、ああいうふうにデビューしましたし、来シーズンもちょっとそういう選手いないかなっていうのを豊さんにちょっと情報をお聞きしたいなと思って。これ秋広ってさ、はい、巨人の、はいはい、やっぱ期待しちゃうんだよね。それはあの今年のキャンプでも言ってましたもんね。そうそう、豊さんオープン戦もね、はい、帯同してっていう途中までね、あの2メートルの秋広選手、はい、はい、だからどのぐらい成長したのかなっていう、うん、まあ、時々ファームで、やってるのをテレビでちょっと見てたけども、はい、まだまだちょっとパワー不足だし、うん、っていうことはあってもね、はい、やっぱり1年間プロでやったわけだから、まあどの程度なのかっていうのが分かるよね、はい、出てきていいなって思うよね。うん、で出てくるとなると、もちろん守備はその一塁ってことも、まあ、ファーストだよね。ファースト、うん、でまあ巨人のファーストって、はい、まあ、中島がいたり中田翔がいたり、はい、まあ、いろいろいい選手はいるんだけども、うん、でも実際にね、その選手たちが働けるかどうかっていうのはまだわからないよね、はい、それは岡本がいる、いやそれは無理だわって思うけど、うん、まあそうではない、やっぱこうバッティングのセンスとかいろいろ考えたらね、はい、出てきては面白いなっていうふうには思ってるけどね。そうですね。でもここに割って入るためには秋広選手には何が一番必要にあったの？やっぱりね、パワーだと思うんだよ、うん、やっぱホームランを打ってくれるといいよね。2割5分、はい、2割3、4分でもいいから、うん、ホームラン20本打てるバッターになるとか、はい、それからだから、それから先に率を取りに行って2割8分とか3割近く で、はい、でホームラン10本でもいい、はい、まあ、チームが求めてるっていうのはやっぱホームランを求めてるんじゃないかな。秋広選手、巨人はやっぱホームランで勝つチームだから、はい、まあ、ファームでも打ってたしね、はい、来年もチャンスはもらえると思うから、チャンスをしっかり今度は掴んでね、はい、まあまあ今年の場合はさ、高校から入ったばっかりでなかなか難しいと思うよね。そうですよね。だけどまあ1年間プロでやったということでね、はい、まあ、慣れもあるだろうし、うん、秋広っていうのは出てくれると、出てきてくれると嬉しいよね、うん、面白いと思う。もう期待を込めてっていう部分もありますよ ね、うん、さあ阪神、阪神はね、井上、はい、キャンプもね、すごくいいキャンプしてたんだよ、はい、で佐藤と並んでてね、うんうん、いいキャンプをしてたんだけどさ、まあ故障でね、はい、ちょっとファームで、に行くようになって、うん、まあ、今年のキャンプから言うとちょっとスケールがちょっと小さくなってんだよね、うん、なんかこうミートをポンとするような感じだったんだよ、うん、でもそれでも入っちゃうんだけどさ、はい、でも豪快に豪快にっていう風に小さくバッティングがならないようにしてくれると、うん、すごくいいよね、うん、このじゃあ井上選手が出てくるためにはどの選手とこう張り合わないといけない、この選手を、まあ、蹴落とすではないですけど、うん、上に行かなきゃいけない。でもやっぱスケール的に言えばさ、はい、やっぱ使いたい選手だから、うん、誰がどうのこうのっていうよりも、はい、しっかりした数字を残せるようになったら、はい、周りがどいていくような選手だ、ね、ああそうなんですね。そのぐらいやっぱスケールは大きくなってほしいと思う、はい、ちょっと小さくまとまりすぎてやしないかっていうのがキャンプで、だからそれ以来そんなにね、上に来たわけじゃないし、はい、見てないけども、キャンプを 見たりだとかオープン戦を見る限りでは、うん、やっぱ期待しちゃうよね、井上に。本来なら何番を豊さん的には、で将来的に言えば、うん、佐藤、大山、井上でクリーンアップを組んでほしいよね。まあ、3、4も、そうそうそう、そのぐらいの選手ではあることは確かだと思う、はいはい、さあ続いては中日ですね。うん、石川、あ、はい、石川ネオって言ったところだよね、うん、はい、中村紀というバッティングコーチが入ってきたよね、はい、いい時にいいコーチを呼んだなっていうのと、うん、でネオにとっては立浪っていういい監督が入ってきたという、やっぱこう2人ともバッティングに関して言えば、やっぱ右左で教えてもらうことができるっていうのは、これはなんかブレイクしそうな感じがするよ。
この2選手、うんうん、中村則は石川にいやいやもうちょっと腕を振れと、うん、バットを振るんじゃなくて腕を振れ、うん、体を振るなみたいな、うん、あいい指導してるしね、うん、打てないバッターって、はい、みんな体を使おうとするんだよね、うんうん、でもそうじゃない、やっぱ打つっていう動作は腕で打つんだよ、はい、だそこをやっぱ中村のりがしっかり教えてるっていうのは、うん、ああいいコーチに恵まれたなっていうふうに思ったよね、うん、でね、まあ、中日っていうとやっぱりその打撃の方でもうちょっとっていうのがあるので、まあそうだね、この2選手が、うん、だからいいタイミングでいいコーチたちが入ってきたというね、うん、はい、この2選手っていうのはどういうタイプになっていきそうですか、中日レギュラーの、石川はやっぱこう高橋を脅かすような、はい、よければちょっとどいてくれるみたいな、高橋さんちょっとセカンドぐらいに行ってくれないかな、サイドサードから、いやそう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 、おー、根尾は、はい、まあレフトかな、もうそこはもう固定です、レフトか、はい、もしくは肩が強いんで、はい、ライトに持っていくかもわからないしね、うん、それかショートに持ってくるかもわからない、あ、もともまあ、戻す、それか外野をやらせながら二刀流やるかも、ピッチ、あれ、見れるんですかね、いやいや、まあ、二刀流はちょっと現実的ではないかもわかんないけど、はい、でもあの方を見ると、うん、やっぱりライトに入れたいよね、ああそうなんですね、あやっぱ肩の強い選手はやっぱライトだよね、はい、うん、まあ、一郎みたいなレーザービーム、はい、一三塁を作らせない、うん、そういう風なライトが欲しいよね、うん、広い球場を持ってるだけにね、そうですね、バンテリン広いですからね、うん、そう、次どのチーム見ますか、 DeNA、 はい、森だな、ショートの、はい、まあ、森もなんていうの、いいコーチを得たよね、はい、そうですね、石井拓郎という、うんうん、もうもろかぶりもうああいう選手になってくれたらいいなっていうような、え、タイプ的にも似て似る感じになってくるんですかね、まあ似せた方がいいよね、あ、だから森は石井拓郎よりもおそらくパンチ力はあると思う、はい、で体に力もあると思う、うんうん、だからそこら辺で求めてることが、うん、自分で求めてることね、うん、違うかもわからないけども、うん、石井拓郎のように、まあ、その堅実、一番で堅実に、うん、まあ、塁に出る、はい、で帰ってくるという、うん、まあ、そういうバッターを目指してくれたら一番いいよね、安定するから、うんうん、まあ、ショートでしょ、踏んで、そうです、そうです、うん、そうです、そう、守備も教えられるしね、そうですよね、で来年ブレイクするには森選手にあと何が必要になってきますか、まあ、全てにおいての確率性だよ、うん、確率、確率が悪いもん、あ、打つにしても、例えば守るに守るにしてもね、うんうんうん、だから確率は上げていくという、うん、まあ、そういうことが一番大事かなと思うね、なんか笑顔が可愛いので、もうなんかすでにファンの方もね、女性ファンの方も多いので、さらにブレイクしたらまたね、うん、まあ、人気は出るぞ、ね、人気出ますよね、うん、さあ次は、残ってるのはヤクルトと広島、もうヤクルトは奥側が、はい、やっぱこのまま順調に育ってほしいよね、そうです、ね、今年だけじゃなくて、まあ、高橋もそうだよね、はい、この右左のエースって言われるぐらいに、はい、まあ、成長してくれたらいいよね、いやそうですよね、二枚看板、その2人が育ってしっかり育ったら追っかけてくる人間っていうのがたくさん出てくると思うんだよね、うん、ヤクルトの方がね、はい、これっていう風に作るんじゃなくて、これをさらに奥が高橋っていうのをレベルアップしていくという、うん、この作業ができると、はい、やっぱチームがもっと活性化できる、うんうんうん、まあ、野手はもう村上に任せておけばいいから村上はやっぱすごいよ、いろんな面ですごいですね、すごい、彼は、うん、だからまあもう成長してんのかもわかんないけど、こんなもんじゃないと思うんだよね、2人は、うんうん、もっといけると思うんだよね、はい、だからさらなる成長に、うん、期待だね、そうですね、そして広島、宝庫だね、楽しみな、いっぱいいますか、まだまだ、まあ、小園も今年1年間ショート守りきったということで、まだ広島の体質ではまだレギュラーというふうには言わないかもわからないけども、うん、はい、本当に確立してほしいよね、うん、ショート小園をね、で林、はい、いっぱいいるんだよ、うぐさん、そうですね、中村翔成、はい、うん、まあ、いっぱい使ったからいっぱい名前が出てくるのかもわからないけども、うん、本当にいい選手、若手、楽しみな、はい、いるんだよね、はい、だからもう本当に順調に育ってほしいなと思うよね、うん、うん、いっぱい、やっぱカープ多いですね、使ったからね、そうで、やっぱなんか新旧とかのなんかいい意味でのこの交代の時期に
移り変わりっていうのが、まあまあそうだね、来てるんですかね、うん、そうだから本当にもっと楽しみな選手がいるんじゃないかっていうような。いや、キャンプ楽しみですね、そう考えるとカープの。まあそうだな、はい、パ・リーグなんかいますか、まあネクストで出てきそうな。あ、日本ハムでは今川が、はい、うんうん、ホームランバッターのね、はい、あ、楽しみだしね、うん、まあ、ロッテは高部とかさ、もっとできるはずなんだよね、はい、まあ、藤原もそうですさ、はい、止まっちゃったっていうね、ちょっと ね、まあ、安田もちょっともたもたしてるという、うん、あと小川、はい、ショートのこれがエチェバリアがいるから難しいんだよ、ね、これは小川っていうのは面白い選手だと思うんだけどね、はい、西武は若林、はい、が故障明けでね、うん、どういう仕事をしてくれるかっていう。故障するまで春先で20個走ってたわけだからな、はい、結局盗塁が24個だからな、盗塁王がダントツで取ってる選手なんだよ。そうですよね、あ、だからもったいないことしたよね、うん、あとまあリチャードね、あ、楽しみだな。そうですね、あ、まあ、ホームラン王争いをしてくれるだけの、はい、ものは持ってるよね。だから本当にできるかどうかね。うん、まあ、楽しみにしたいし。うん、まあ上げれば数多く上げれるけど、はい、あんまり上げてもな。そうですね。多くなるだけなんです、ね。またキャンプが始まれば、あ、この選手名前挙げてなかったけど、うん、いいねっていう選手ももちろん出てくるでしょうし。あ、もちろんいるいる。で、あの、今年ドラフトで取った選手たちも直にね見れますし、うん、まあそうだね、楽しみですけれどもね。あ、俺の一押しは。はい、森かな。DNA の。いや、これはなんでかというと、はい、やっぱ石井拓郎と被る選手だから、石井拓郎がどういう風に育てるかどうか、うん、これを楽しみにしたいし、はい、やっぱ中日で言えば石川、はい、これがやっぱ中村が、うん、ノリがマンツーマンで教えると思うし、はい、これがどういう風に化けてくるかとか、うん、これが楽しみだよね。やっぱね、いい人に出会えるっていうのはそれだけの運があるっていうことだと思うんだよ俺は、はい、早いうちに出会えるっていうのは、うん、だからそこら辺にいいコーチを持ってきてるだけにどう化けるかっていうのが、うん、俺は楽しみでしょうね。そうです。ちょっと来シーズンそういったね、新人の運のある選手たちどういうふうに化けるのか、まあそうだね、はい、はい、楽しみにしましょう、はい。